怖さがあるからね、はい、うん、今からじゃあヘナで染めます。だけどこの黒だかぶれる人は今度困るよね。困るよね、うん、であれ板がいいんだよ。そうだよ、うん、そうなんだよね。ほんと困るんですよね。困るけどどうしようもねえんだよ。そこはあれかい、あの後ろから見たことないけど真ん中もあるんかね、ちった何が毛がありますよ、大丈夫ですよくほら真ん中がさ、はい、晴れてるなってる人がいるじゃん、はいはい、だけど後ろを見たことないからさ、うん、あ、今度は先生に聞いてみようと。それは大丈夫です前肩が気になったって後ろがさ、うん、入っちゃったり なってんだよ。そうか、仕方ないじゃん。そうだ、ね、毛埋めるわけいかねえもん。難しいねえ、実家の嫁なんかよくさ、はい、あの後ろがあれなってるのが見るからさ、あ、そうなんですか、私前になってるのかなと思って、でも随分そういう人がいるもの、年取ってて後ろが腫れたようになって、うん、どうしてもね、うん、真ん中がどうしても腫れたかんだよね。そうそう、腫れたかんつが毛がなくなるというか、そうそう、薄くなっちゃうんですよね。ね、薄くなっちゃうんだよ、はい、困るんだけど、非常に困ることなんだけどでもおかみがあれ変なになってるのとあれは顔が随分違うよ。キロがいい悪いってなくてだって孫にも一緒髪型したもんね、本当、こればっかりちゃんとしてないとねちゃんとしてるといいよねって感じだね。あんなにみんな若いもんがさ長くしてるなら、はい、伸ばすとあんな長くなるのかね。なるよ、うん、やっぱりほら有名人に憧れるからさ、うん、ね、うんうん